大丈夫かな。はい、それではですね。ああ、こっちか。よし。はい、ではお待たせしました。改めまして、筑波大学画像情報研究室の説明会にお越しくださいました。こちらですね、今日は画像情報研究室、全体の、説明をさせていただきます。で、今、研究室はですね、かなりの人数になっておりまして、下に出てますけれども、スタッフが6名。まあ、今日4名来ておりますけれども、その他に、お子さんの方が2名、それから学生がですね、46名、トータルですね。で、博士課程13名、修士課程1年に合わせて27名、あと学部生、これは IDE ですね、理工総合学部の2名も入れて、講師室的には4名ということになっております。で、あと、これと別に研究生が3名います。でもこれはちょっと1年前ですけども、合宿の様子です。4名教員おりまして、それぞれちょっと所属がいろいろになっております。でもちろん工学システム学類という意味では、上に出てます。私と北原先生と、あとシャア先生。あと、知能機能、システム学位プログラムだけということになるんですけど、塚田先生も含まれておりますので、大学院に入った時には、まあ、この4名が全員指導教員になりますけれども、今日の学類ということでいけば、前3人ということになります。あと、大学院ですね、進学考えている人にはですね、我々エンパワーメント情報学とヒューマニクス学位プログラムと、も担当しております。あと、IDE の方も担当しています。あと、他の研究室とかなり違うところは、検査科学研究センターに、北原先生、私、シャア先生は本籍があります。とはいっても、まあ、皆さんの側からすれば別にってとこではあるんですけども、後で出ますけども、研究室の所在地がですね、このセンターの中に、半分ぐらい存在するっていうことぐらいが、まあ、パッと見た感じの違い。いいですね。あと、まあ、こんだけの分野にまたがっておりますので、非常にいろんなところとの連携が多いというのも特徴です。あと、私については、まあ、人工知能科学研究センターにも席があったりとか、いうふうになってます。で、まあ、画像情報研究室ということなんですけども、大きく研究室全体の括りとしては、とにかく、イメージビデオ、っていうところを手がかりにしてですね、あとビジョンですね、それを見る人間の視覚っていうところで、画像処理をするっていうところからスタートして、コンピューターの上で、画像を処理する、映像を処理する、それを認識するっていうところから始まって、今はそれを人間に働きかけて見せる。で、そこから人間からの反応を返してきてもらって、さらに、全体としての形を作るっていうふうなことで研究を様々な研究を行っております。で、ビジョン以外の要素も多少取り入れることはあるんですけども、メインとしてはやっぱりビジョンということになります。で、これ1月現在の、細かい構成なんですけども、まあ、規模感ということで、教員が私、亀田義成、北田至教授、それからシャージュ助教、それから塚田正人教授ということで4名で講師しております。で、画像情報研究室は歴史的には太田雄一先生という方が、まあ、もう何年前かすみません、忘れましたけども、ずいぶん前、北原先生が学生だったところに すでに あったっていうところですね。大変歴史があるところです。で、あとスタッフが、秘書さんと技術職員、補佐員の方が2名。で、大学院生の内訳はここに出てますけども、まあ、先ほど言った通りぐらいで、内部生は基本的に講師生なので、M2、M1 のうちに4名ですね、は講師生で、それ以外の大学院生はまあ外部からということになります。まあ、この過去2年は、4名とも、
まあ、私と北原先生はずっと講師スタントだったので、4名とも上がってくるという形、ではあったんですが、今度の、今の4年生は1人就職、久しぶりですね。なので、3人が進学ということになっています。で、あと、右側にですね、所属が出ています。先ほど言いました、講師さん4名なんですけど、それ以外ということで、アイミスが27、エンパワーメントが11、HX が2、IDE が2、これぐらいの数。で、あと、40何名いるうちの4分の1ぐらいが外国籍です。まあ、日本語が大変堪能な外国籍の学生からそうでない学生までいろいろいます。で、あと、教室ですね。まあ、これ今日は、3M 棟に近いところでやってますので、そこに、教室ありますけども、あともう一つ、CCS の3階ですね。第一エレバス停の裏に、ループの内側のところに、計算科学研究センター本棟がありまして、そちらの3階にかなりのスペースを取って、研究室のスペースを設けています。あと、実験スペースとしては 3M の311とか CCS の3階のメディアスペースっていうところも使っています。で、研究の内容は後でまとめて言うので、ここはオペレーションの話をざっと言っていきます。で、おおむねですね、研究室全体では週1回の全体ゼミっていうのがありまして、毎回、最近だとまあ3、4名、4名のことが多いですけども、あと文献紹介が2名ということで回っていきます。ですから、4名で回すと、先ほど言いましたように、学生が40人ぐらいいますから、10周ってことですよね。自分あたり、自分を手に合わせて。ということは、2ヶ月ちょいぐらいで1回回ってくる。自分のターン。それ以外の回は、まあ、聞いて、質疑応答に参加するっていうか、あと文献書からその倍ぐらいの周期で回ってくるっていう感じだと思っていただければ結構です。で、これは全体、もう40人、まあ、スタッフ見るともう50人近く集まってやります。で、それと別にですね、個別の研究指導で、これは主指導教員と基本的に直接、少人数グループだったり、1対1だったり、ということであります。これは概ね、まあ、週1回ぐらいで回っています。で、あと、適宜、例えば、ある程度似たような研究やってるグループがある場合は、まあ、そこで集まって打ち合わせをしたりとか、まあ、外部連携したりするときもあります。あと、まあ、教員4人おりますので、主指導のからの、特に学類生の場合、修士指導からのアドバイスがメインではあるんですけども、ゼミとかその他でもですね、あまり関係なく、修士指導、副指導関係なくアドバイスを普通に送ります。北原先生、修士指導の学生であっても僕は普通にコメント出すということは普通にあります。ゼミとかそういったことで。っていうね、いろんな意見がもらえるっていうところはメリットかなと。あと、研究室全体としての大きなイベントとしては、まあ、最近はずっと2泊3日で、まあ、合宿ゼミをやっています。まあ、これ見ていただいたらわかるんですけども、コロナがあっても、まあ、2021年の一番ハードだった時期以外は、実はリアル開催してる。というね、頑張ってやる系 ですね。っていうことでずっとやってました。これは本当にどっか行ってやってます。2021以外は。で、内容的には、まあ、学会が主催する全国レベルの公開課題など、まあ、カーブルみたいな、可愛いバージョンだと思っていただければいいんですけども。っていうのを、ハッカソンとかそういったイメージでやっています。で、これの特徴としてはですね、今、40人ぐらいいてですね、いろいろな専門チームに分かれています。北原先生指導、私の指導、塚田先生の指導、シャア先生の指導と分かれているんですけども、この時だけは全部クロスオーバーでチームを作ります。ですから、M2 で北原先生指導、M1 で僕の指導、B4 でシャア先生の指導みたいな感じで、こう、たすきがけでチームを組んで、普段あまり合わない、噛み合わないとか、研究の上では組み合わない人たちをむしろ組み合わせて、チームを作って、プロジェクトにして、チーム間の競争をするっていう形にしています。まあ、これは上下左右の親睦も兼ねて、まあ、これでやっぱり一気に仲良くなるっていう伝統もありますね。まあ、夜も泊まりで行きますから、これ、基本。で、まあ、どんな感じかっていうね、これ、去年、と、一昨年とその前となんですけども、まあ、2021年は登山、一瞬の隙をついて登山ができた年。で、2022年は集まったら禁止って大学に言われたんで、
動物公園に行ったんですけども、6人ぐらいの団体、グループに分かれてですね、いっぺんには集まらない。だから集合写真が2022年だけないんですけど、それでも行くっていう。で、2023年はまあ、その辺解禁になったんで、筑波山の山麓のところでバーベキューやってました。で、それから先ほど言いました合宿ですね。こちらは、今年は、まあ、栃木県の茂木のところで、茂木リンクに行く途中のところの廃校跡、小学校の跡地みたいなところに宿があって、そこで2泊3日で延々とやってました。これは、墓村みたいなもんなんで、行っても観光は基本全くしません。行ってひたすら PC 叩いてるっていう 何なのって感じなんですけど、まあまあ、それはそれで楽しいっていう感じですね。で、あと忘年会もこの人数で、その辺ね、僕は天窪だったか忘れましたけども。で、あと卒業生の活躍先ですね、就職先です。で、まあ、やはり情報系で認識、あと VR っていうふうなところなんで、まあ、その系統が多いんですが、割合幅広いですね。あれ？これ一個前のバージョンだ。まあいいや。というふうになっています。まあ、雰囲気でさせていただければと思います。こういうところに行っている先輩方が多い。で、まあ、特徴的なところは何かっていうところなんですけども、やはり教員がそれなりにいてですね、割合ゼミとかで普通に意見交換するので、僕と北原先生でも意見が食い違うことはある。あったら、北原先生の指導学生に僕は突っ込み入れることもあるし、逆のことも普通にある。もちろん、こんなもんに正解はないので、誰が言ってることも正しいとは限らない。専門家のある我々でも、時々間違ったことを実際言う。で、とにかくいろんな意見を通じて、そこからですね、自分が考えて、結局研究として何が新しいのか、何が役に立つことかっていうのを考え抜くっていう力は、まあ、自然に身につく。っていうチームワーク、チームプレーっていうのが、まあ、普段からまあ必然的に身につくっていうところは、まあ、やっぱ規模の大きい研究室のメリットかなというので、社会人基礎力っていうところは、まあ、卒業までには身につくと、身につけれると我々は自負しています、指導として。で、あと、学会の出張の方ですね。まあ、これは多くの研究室でもそうだと思うんですけども、画像研の場合は、研究成果が出れば、国内の、海外の学会発表は、基本的に、旅費、宿泊、交通費、宿泊費、学会参加費は全部研究室で出します。じゃあ、出ないのは何かって言ったら、食費と土産物と酒代ですね。これはまあ自分で出せということですね。いうふうな形で、やります。あと、東京近郊であれば、発表でなくっても聴講だけです。見に行くだけっていうのでも出張料費、まあ、3400円とかっていうわずかな金額ですけども、ちゃんと行きたいと言っていただければ、事前に言ってもらえれば、展示会とかそういった研究に関わりのあるもの、多分物見遊山でも構わないです。行くのに対してお金出します。あと、まあ、様々な実験と体験っていうのは、これはまあ、共同研究とかいろんな先があるので、連携先と交流したりとか、向こう行ってやるとかですね、向こうから来てやるとか、いろんなことがあります。で、まあ、研究室全体としての研究テーマですね、画像の研究ってどうですかって話なんですけども、やっぱ楽しいですね。やっぱ直感に訴えかける要素が大きいですから、もちろんいろいろ理由はつけれるんですけども、やっぱ見て、うんって言える。あ、なるほどって他の研究見てもですね、言える。もちろん裏に入っている理論とかですね、やるべきことって複雑で難しかったりするんですけども、でも楽しい。で、初めて見ると思ったよりはずっと複雑でですね、例えば人間がやってるようなことであっても、実際にコンピューターに表そうと思ったらどうしたらいいのかっていうので、特に認識系とかですね、今ディープラーニングでまあいろんなものを花盛りで研究室も使ってますけども、まあやればやるほど全然人間には追いつかない。追いついてるところももちろんあるんですが、そうでないところがむしろいっぱい多いという認識に改めてたどり着くっていう。ので、まあ、研究楽しいですね。で、あと、これもよく聞かれるんだ、書いてますけども、基礎とする分野、何が必要ですかっていうんであれば、空間幾何、線形代数、パターン認識、確率統計、この辺は、まあ、ほとんど、どの研究テーマでも顔を出してきます。で、まあ、うわ、これ成績悪かったとかっていうのがあるかもしれませんけども、基本的に成績が悪いだけであれば大丈夫です。
我々も、こちらも、こちら、工学システム学連の卒業生、言うて20年ぐらい見てるので、いい学生もいれば、成績の悪い学生もいる。ので、それなりにいろいろ対策というか、対応の能力がありますので、成績が悪いということで、回避していただく必要はないです。ただ、嫌だって人は無理です。整形ダンス苦手、成績悪かったけども、まあ、やれって言われたら、やる必要があるんだと、もう一回やろうかっていうんであれば、それは大丈夫ですけども、絶対もう見たくないとかですね、確率時計とかってもう触りたくもないっていうんであれば、ちょっと避けれないので、そういったものが体質的に受け付けないとかっていう場合は、ちょっと画像系は難しいかもしれません。ずっとやっていくには。っていうんで、成績はまあ悪くてもいいんですけども、苦手意識があるかどうかっていうのは、むしろ線引きのところかなと思ってます。あと、まあ今日は4年生相手の、話なので、ここ、卒業研究に関してです。で、4年生であっても画像系の場合は全員1人1テーマです。先輩と組んで同じテーマとかっていうのはないです。もちろん似たようなテーマってことはありますけれども、基本1人1テーマです。あと、就職するっていう場合があっても、進学するっていう場合でも、あんまり気にしま、あまり気にしません。実際去年、1人ですね。僕はもう4年生で卒業する、この3月卒業するんですけど、実際。ですけど、いいです。選んでいいですかって、いいよ、全然構わないよって言って、今、認識系の研究やって、成果出して、学会参加のもう発表の申し込みして、今、最後追い込みやってる学生とかいて、まあ、我々の経験から言っても、就職だからって言って、能力が劣るとかって、そういうのは全然ない。むしろ、良かったりするぐらい、過去の経験からいくと、数少ないんですけど、その卒業した学生はむしろみんな優秀だったっていうのがあるので、全然構わないです。1年で卒業していただいても。そういうか、そういう思いで研究してきてもらっても OK です。あと、卒研は基本は、あまり修士道っていう概念ない。実はグループのエントリーとかあったりしますけども、画像研の場合、一応修士道っていう形では決まっていますが、先ほど言いましたように、副指導からバンバン、その他の3人ですね、からアドバイスっていうのはもらえます。なので、セカンドオピニオンとかですね、あと外部の先生、研究者とも話をしたりする機会が多いかなと思ってます。あと、最後、これも大事だと思うんですけども、研究テーマについてはですね、これは配属決定してから個別面談で決めます。まあ、どういう、2人が来るとかっていうのがあるので、おおむねもちろん聞きますけども、個別にリクエストがあれば。最終的には、配属決まってから、まあ、4月中旬、遅くても4月下旬ぐらいまでには決めて、そこから、まあ、テーマをやってもらう。っていうので、個別面談の結果で、決めていきます。で、まあ、具体的なテーマとしては、これ、ポスターに掲げていたものですけども、ここから先ですね、は、B4 の卒論テーマになりそうなものも説明しますが、そうでないものも含まれているので、まあ、これは研究室全体でこういうことをやってるんだなっていう、だまあ、恒例に近いこととかであれば、まあ、研究としてできるんだろうなと思っていただいたら結構です。逆に、ここにストレートに書いてある内容は、もう今やってる人がいるので、そのまんまのものを研究テーマにすることはないです。研究って世界初のものを作る、画像研の場合、ということですから。2番線じゃ意味がないので、先輩がやってることと、斜め横とかっていうのはありますけども、そのものをやるってことはないと思ってください。ということで、ここまでが全体の説明ですが、ここまでの何か質問等あれば、もちろん後でもいいんですけど。いいですかね。はい。じゃあ、ここからですね、個別の研究テーマの説明で、各教員ごとに話が変わります。今までのところは画像研全体の話でした。というわけで、ちょっとお待ちください。